充電した。充電器持ってきました。充電してるよ。充電器持ってきました。痛い。充電器持ってきてあいました。やほやほ、お帰りありがとう。バイト終わってお疲れ様でした。ただいま、お帰りに充電出てないな、ありがとう。お帰りなさい、ありがとう。ただいま、充電できたよ。多分11時ぐらいまではやると思います。充電しか勝たん。充電しか勝たん。株式会社、石カンパニーの人、お疲れ様でした。あ、お名刺ありがとうございます。頂戴いたします。ありがとうございます。アーニョピーナッツ。アーニョ知ると世界が広がる。ちょっと似てないわ。10年なんてないよ。なんてな。なんだよね。リエさ、指パッチン鳴らせないんだよね。あと何分やってくれるの？多分11時ぐらいじゃないかな。今日お仕事全然うまくできなくて涙。でもりえちゃんが可愛くて、りえちゃんですか。お仕事うまくいかなかったの？偉いね。今日もお疲れ様。りえちゃんぶりっ子可愛い。りえちゃんはぶりっ子だけじゃなくって、こういうなんか深夜番組のテレフォンショッピングみたいな声も出すことができるんですね。なので皆さん11月27日のイベントに来てもらったら、漏れなく石を売るかもしれません。次回、次いつやるの？ね、やりたい、やってほしい？なんかやってほしいですか？ちょうどスパイファミリーみたいな。いいやん。またモノマネコーナー始まりそう。モノマネコーナーは似てないってすごい叩かれるので、モノマネはしないですね。加工なしみたい。だってなんか今日顔の調子が良くないんだもん。リエのキックバック聞きたい。チェーンソーマンのやつ。キックバックって何？アーニャからの。リリタンは明日何時起きなの？リリタンは明日は ちょっとタイムツリー見ないと分かんないな。アーニャピーナッツ。じゃあ無理。アーニャからのチョッパーからのピカチュウは無理なんだよね。ピカチュウからのチョッパーからのアーニャはいけるんよ。ペコペコペカチュウ。しかねえぞ、この野郎が。アーニャピーナッツが好き。痛い、ちょっと待って。普通に金子リエだったよね、今最後。カネコリーだって。おだいまゆいとかジュジュとかりえちゃんが歌ってたから好きになった。ジュジュ何の歌だろう。りえちゃんネイル変えたの。おお、見せて。12月18日は確実だよ。アーニャ母の、アーニャさ、アーニャ母の存在恋しい。初リエイベント、初一人東京、死ぬほど緊張してます。ありがとう。いつ来てくれるの ?27? リエちゃん変装自在。石いらんな。ちょっと待って、ごめんね。一回もう一回あれするね。もう一回ピーって下行くね。ちょっと、何？はぁ、いつでも可愛い。りえちゃんが悪いって言ってるならわがまま言わない。抱く。
可愛い、お風呂でさ、アーニャしてほしい、充電音にする、いいって、いいって、そういうの本当に本当に、そういう、アーニャピーナッツが好き、アーニャだけ普通に兄ちゃんだよね、痛い痛い、ちょっと、りえちゃんモノマネ芸人になったんだね、ぶっ飛ばすよなってないよ、ピカチュウはほんと殿堂入りで似てるね、ピカチュウクオリティ高いよね、わかる、かわいいんだっけ、カプチーノ歌ってくれました、なんだっけカプチーノって、あと少し私の成長を待って、タタタタタタタ、なりたくてもうかく私を可愛がってね、こんなんだった、リエちゃんとアーニャのハーフみたい、ちょっと待って、アナゴリエです、1997年12月18日生まれのカリブリエです、アーニャ、アーニャ、アーニャ、間ちょっと無理な、アーニャのコツ？わかんない。聞く？覚える？リエちゃん会いたい。リエも会いたいよ。リエも会いたいよ。でも今月いっぱい会えるからね。今月いっぱいライブあるからね。TikTok やったら、TikTok ね。リーニャ、おたのり、ピーナッツ、乗りツッコミ上手だね、よそ乗りツッコミしてた、やだ、リエちゃん、キセコイのマリンちゃんに似てる、主人公の男の子になってリエちゃんに恋されて、なんかマリンちゃんに似てるってめっちゃ言われる、年齢非公開じゃない、年齢は非公開なんですけど、西暦は非公開じゃないです、なので、あの、頭がおよろしい皆さんは、もうとっこのとおり年齢はお気づきかもしれないですね、アーネじゃなくてリエピーナッツ好きねリエピーナッツが好き、でもリエ本当はピスタチオのが好き、好き前から思ってたんですけど、リエちゃんって藤本美キティさんと声似てないですか、似てるとか言われるの嫌だったらごめん、全然嫌じゃないよ、全然嫌じゃないけど、あの、本当似てますか、あの、存じ上げていなくて申し訳ないんですけど、聞いてみますね、配信が終わったら、ごめん、ちょっともう一回コメント下に行くね、ちょっと時差がすごくて、そう、そうなの、西暦というか、あの、公開してるんです、ピスタチオ推しなのね、そう、ピスタチオ大好きだよ、みんな知らないと思うけど、だって言ったことないもんね言わないもん、言ったことないからさ、こないだのチェキ届いて彼氏に渡して喜んでた、かわいいねえ、あのカップルのなんか卵みたいになりたい、カップルの卵の卵をパカって開けて、パカって開けて、リエが真ん中で黄身かぶるから、あのカップル2人は白身をかぶってほしいリエちゃんの黒毛和牛の歌また聞きたい、黒毛和牛ってのが大好きよ、あなたと一つになれるのなら、こんな幸せはないわ、お味はいかが、チェキについてた厚紙は3種類だよ、ランダム3種類だよ、リリタン本当に憧れ、いいの、こんなリエに憧れて、ピスタチオアイス美味しい、ロマンティック浮かれモードか、ブギートレイン、ブギートレインって何、ロマンティック浮かれモードってどんな歌、パルムのピスタチオアイス食べた、アイスのピスタチオはあんまり食べないんですね、ピスタチオが好きなんです私、あとかぼちゃの種が好き、ツインテールだよ、
うちの会社でピスタチオ製造。え、すげえ。りえちゃん、痛い、秘めてた恋心が久しぶりにて爆発した。タンクタンクその帽子かわいい、ありがとう。300円。私のバイト先でピスタチオのチョコ売ってるから来て。え、食べたい。キューピットじゃなくて卵。そう、卵。お揃いがいいから明日ピスタチオ買いに行く。フィルター外れた、外れた方が200億倍かわいいやん。違うんだよ。違うの。なんで卵じゃん。何の話か理解できなかった。かわいい。ハピハピ温度って天才だと思う。天才だよね。ハピハピ温度はママが考えてくれたんだよ。あのスタッフのママが、あのリエ、この間のオンラインチェキ会のタイトルもそうなんですけど、あのもちろん私の頭で考えられるあのアイディアではないですので。で、あのフライヤーは姫が作ってくれて、あのちょっとお邪魔女とかプリキュアみたいな感じで作ってくださいって言って作っていただきました。コメント全部読んでくれるの愛すぎて、リエ本当にいつもありがとうね。でも読めるんだよこれ全部コメント本当に。でもリエ早口がすごい得意なんだけど、いつもあの早すぎて何言ってるか分かんなくなっちゃうかなと思って、あのコメントを全部読めないんだよ。一回やってみるじゃん。あのあれみたいになるよ。あのシリみたいになるよ。いくよ。では、いきます。ハピハピ応募してきて当たりません。ありがとう。300円でもりえちゃんがかぶってる出来かわ。ありがとう。ママ、天才だ。ママ、天才だよね。本当に。一緒に用意しよう。一緒に用意しよう。スタッフさん、有能すぎるか。そうなの。スタッフはね、もうめちゃくちゃ有能というか、もうね、愛でできてるから、すごいいつも優しくされてくれてたから、みんなも本当に一緒に応援してください。今日もメモが着れるんで、りえちゃん、ありがとう。あなたの瞳に着るん。フライヤー、かわいかった。かわいいよね。ママ、すごい。ラブ&ピースな感じで出てくるさ。ママはね、すごいラブ&ピースでね、できてるね。私は最強っていうアドの曲を毎日歌ってるから、みんなもね、応援してあげてください。最近のフライヤーめっちゃかわいい。かわいいよね。ママもひも最高で来そうなりも大好きなの。りえちゃん、いつもさっさと仲良しで、そう、仲良し。だって、うちらは、ちゃおどもそうなんでね、素敵なスタッフさん。そう、素敵なの。スタッフさん声かかったら、そう、声かわいいの。声じゃなくて、存在もかわいいの。顔もしよう、どうしよう。死ぬほど好き、リーも大好き、リーちゃん大好き、リー好きだ、リーも大好きだよ、本当に大好きだ、リーちゃん今日も大好き、リーも本当に大好き。今日のコーデはセーラー帽子伊勢丹に行けてないね。そうなの、なの、ポップアップに行ってきたの。天使ダイエット頑張る、ダイエットは頑張るもんね、頑張るもんじゃないよ、ダイエットは自分のペースで頑張ってね。クニ好き、クニ好き、赤折り紙、赤折り紙、青折り、ちょっと待って、無理無理、赤折り紙、青折り紙、黄折り紙、無理、これ無理。リーちゃん好きな、リーも大好き、あなたのヒロミに着るんで笑った。えー、肺活量すごい、すごいよね。りえちゃん口めっちゃ丸すぎ、すごいでしょ、すごいでしょ。だからね、ほんとに早口すごい早くって、コメント一個一個になったら、こうやってすごいね、あの、読んじゃうの。だから、みんなの、あの、頭を落ち着かせるために、あの、ゆっくり読んでるんですけど、皆さんついてこれてますか？いきますよ、リリタン最強、リリタン最強。なんか昔コメントネタ作ってたけど、そんなことあったっけ、思い出せないな。リエちゃん何でもできるじゃん、リエ何でもできないよ、チェキ最高だった、ラブラブ、才能リエちゃんの声だから多分聞き取れている。リエね、カズレさんあんまいい方じゃないんだけどね、国愛してる、国愛してる。生麦生米生卵、生麦生米生卵、生麦生米生卵。早口噛めすぎリエちゃん早口疲れちゃいそう、早口そしろのそういうのが生まれる。すっげー、リエちゃん愛してるよ、やーパワー出会えたことに感謝、感謝。早口すごい、すごいでしょ。りえちゃんこれマジですごくない？そうなの、りえね、すごいの。にゃんにゃんポーズお願いします。にゃーん、早くです。来年高校生だからバイトして会いに来てるの大好き。ありがとう。バイトして会いに来てくれたらもう漏れなく抱いちゃうよ。りえちゃん大好きだよ。りえも大好きだよ。くに席入れちゃう。キャンス。何？席入れちゃう。入れないわ。はい。ラブ。早いのに聞き取れる。すごいね。みんな。俺だ。助けに来たです。ほら、ゆっくりがいいでしょ？ほらね。だからみんなが聞き取れやすいように、あのできるだけコメントを読みたいんですけど、コメントを読んでしまっていたら、あの時間がかかりすぎてもう5年後ぐらいになっちゃうと思うんです、配信が。わかる？だからあのゆっくり読んで、たまに飛ばしちゃうこともありますよ。リエちゃんいつも専用して喋ってたんだ、これが本物のリエちゃんだと。そうだよ、リエ基本的に早口で喋ってるから、だいたい人と話してる時に、ちょっと待って、そんなに早く喋んないで、おい頭が追いつかないって言われるの。だけどリエは基本的に頭の中はいつも早いんです。
たまに来る早口言葉しんどい。しかもちゃんと理解して返事してるのマジですごくないか。え、すごい？みんなできないの？りえちゃん面白くて可愛い、大好き、ありがとう。はやめちゃんなのにちゃんとコメントしてるのすごい、ありがとう。ほってハートして、うーん、ヒヨ好きって言って、ヒヨ好き、大好き、大好き、にゃーん、可愛い、心臓止まっちゃった、パン。りえちゃん大好き、りえも大好きよ。りえちゃんぶりっ子で10年完了って言ってほしい。10年完了。可愛いね、マシンガン、トーク、スピードランニングね、草。ちょっと待って、痛い痛い痛い。早口でもあぶく出てこないの。あぶくって何？すごい、機械見てるみたい。肋骨にひび入ってる人がやることじゃないよ。りえちゃんってすごい。ゆっくりでお願いします。ゆっくりでお願いします。早口は早口で面白かった。クリさん一緒に。クリさんは、そんなこと言わないの、ゆうたん。聞いてるだけなのに理解追いつかなくなっている。あ、いつものにえちゃん滑舌強すぎる、すごいな。5年後、日本語の勉強になる配信が5年後。よし、タイムスリップ。痛い痛いって、みんな、できないんだ。なんで、なんでできないの。みゆ好きって言って、みゆ大好き、その頭の回転の速さ少しください。いや違うよ、あのね、頭の回転が速いんじゃなくて、シンプルに読むのが速いだけ。炙りカルビ、炙りカルビ、炙りカルビ。ちょっと待って、炙りカルビ、炙りカルビ、炙りカルビ。もう死者誤入してギャル化したひろゆきや。狙って、ひろゆきじゃん、リエ、リエひろゆきだわ。みんな、ちょっとやっぱりリエも出会い系アプリの、あの何 CM 待たなきゃ。そうじゃん、口回るのもすごいけど、マジで頭の回転いいね。そんなことないよ、何にも活用してないよ。今お願いしたら勢いで何でも聞いてくれそうですね。何でも聞くよ、基本的に。充電音とかセットでできるの？しよう。しないで。ねえ、やめて。本当に。笑い止まらない。伝統の少女もう一回歌ってください。どれ？何少女？シマリン早く起きてって言って。シマリン早く起きて。ねえ、本当無理しないで。無理してないよ。大丈夫だよ。心配してくれてありがとう。アイロニー良ければ歌ってもらいたい。アイロニー。答えなんて言われたって一人をてすり替わってって、だから絶対なんて絶対信じらないよね。読むのは早いけど頭の回転は遅いってこと。だからあんまり頭良くないから、額がないから頭は良くないかもしれないです。そうなんで、りえひろゆきだったんだよね。ごめん、ちょっと一回下に持っていくね。今ならギャル枠でブレイキングダウンいける。やだー、で喧嘩したくないもん。ライブを DVD にしてほしい、ずっと見てた。ねえ、リエもね、ライブ DVD とかね、みんなが言ってくれるからね、できたらいいんだけど、桜井健太に言ってください。さえちき。やばい、アイロニー、ありがとう、りえちゃんのアイロニー YouTube 載ってたの見て知ったの、マジ嬉しい、本当にありがとう。そうなんだ、きっかけはじゃあアイロニーなのかな。うちらが出会えたきっかけはアイロニーですか。りえちゃんのことが一番好きで、ずっと家族と同じぐらい好きです。つまり家族入れてくれるの。じゃあ区役所に行ったら、りえは戸籍上あなたの家族ですか。まつげかゆいのかわいい。
次なんかここかゆくってさ。姉ちゃん要望聞いてくれるの優しい。リエは基本的にみんなの要望しか聞いてないよ。あーなんかブチっていって破れちゃった靴下が、これやばい。リエちゃんの充電音声にしてるんだけど、職場でバカデカボイスでモイってなって全注目を打つ。やめてよ、誰やねんってなるじゃん。誰、リエ好き、リエ好きだよ、リエちゃん一番好き、ありがとう。なんだかんだでもう11時ね。ほんとだよね、リエちゃん家族とか幸せすぎる。でもリエはあんまり固定概念にこだわってないの。家族とか恋人とか兄弟とかファンとか、みんなはみんななの。みんな一人の人間だから、リエを好きでいてくれる人のことがみんな好きなんだよ。だから石打っても許して。石打っても押して。リエちゃんの充電器持ってくる、選択してくれてよかった。ファンクラブのブログめっちゃ可愛かったです。ファンクラブの写真をあげたいので、サコライケンタさんにファンクラブの写真を撮ってくださいって言ってください。お願いします。リエちゃんずっと大好きだよ。リエも大好きよ。ナナちゃんの服何買った？白と黒のスカートと、あと最近パソコンをよく持ち歩いているので、あのパソコンを入れられるあの水色のトートバッグを買いました。ナナちゃんは天才だね。かわいいね、ナナちゃん。ナナちゃんいっぱいめでてるんだから。泣きながら石打っても許して。だって石拾ったんだもん、みんなのために。みんなのために石を頑張って。荒川で拾ったんだもん。荒川でアンダーブリッジで拾ったんだもん。こんな白い石とかいっぱい拾ったんだよ。あーいて、嘘だよ、拾ってないよ一個も。石なんか売る気ないからね、安心してね。でもみんなが本当に石石石石言ったら石売るからね、本当に。1個2000円とかで売っちゃうかもしれないよ。痛い痛い。メルカリ以外でちゃんとお洋服買うの多分奈々ちゃんだけど。そうだね、リあんまり現行のお洋服とかをなんか自分の私服であんまり買わないかもね。リリタンこんばんは。こんばんは。荒川さんのリエちゃんの石ありよ。やっぱ足立区だからね。別にそんな地元好きじゃないけど。なんかやたら足立区ってすごい言われるけど、全然別にそんな足立区好きじゃないから。地元愛とか日本愛とかないから、リエ。生きてるだけでいいじゃないか、リエを。バンドティーもメルカリ、そうだね、メルカリとかヤフオクとかなんかそういうのいっぱい、海外の通販とかいっぱい見てます。もはやリエちゃんに売られる石になりたい。もうそれもうダメやん、人生諦めとるよ。ねえ頑張ろう一緒に。リエも頑張るからさ、一緒に頑張ろうね、みんな。リエちゃんまんまニノさんのコスできそうだ、レアに乗って。リエちゃんマッシュイマッシュイみたいなやつって各部で内容変わる、どうだろう。でもなんか衣装変えたいなとかは思ってるし、一部はラジオ体操して、二部はみんなと、いや一部のラジオ体操しかなんか今んとこなんかあんまり決まってない、まあ、それか夜めちゃくちゃなんかもう BPM 早めな、なんかクラブミュージックとかもズンダカ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 鳴らしてクラブにするか。冗談だよ。りえちゃんピアスまだ何個かしてるよ、けど今は2個しかつけてないかな。月見たよ。みんな月好きじゃん。月ってそんないい？
なんか昔月追いかけられると思って月追いかけてたらどん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 月が離れてって、それがトラウマであんまり月に思い入れないんだよね。リエ比べラジオ体操一緒にやりたかった、全力でやるのにね。全力でやりたいよね。え、でもあれだよ、なんかなんていうの、ラジオ体操は全然みんなしなくていいの。ただ音楽を流しとくから、やりたい人はやって、やらない人はやって、ただやらないからといって、じゃそれでやらない人がええー、みたいな感じにも絶対そんな空気にはしないし、あの自由参加です。とりあえずじゃあリエだけラジオ体操するわ。ちょっと多分恥ずかしくって一人で来た子とか、多分ラジオ体操とかさ、よくわかんない空間でラジオ体操させられてもちょっと困るじゃん。そうだよね。じゃあリエがリエだけやるわ。あ、ボンドリーいいね。ちょっとボン。こんなん。リエさ、小学生の時ソーラン節踊ったんよ。ソーラン節踊ったことある。月になんか興味なくて、月を言い訳にしてリエちゃんとお話がしたいってわけね。可愛いそれ。それ可愛いわ。昔星の画像送りつけた痛い男が私です。いいじゃんいいじゃん、星送ったり月送ったりもいいんだよ、そんなのいっぱいして。あ、じゃあ分かったり、一人でラジオ体操するし、一人で盆踊りするわ。じゃあコールしようかな。水木って、あー、そうだね、素敵だね、いい名前だね。今度ニードルピアス開けてみたいんだけど、コツとかあったら教えてほしい。ね、コツはなんだろうな、綺麗に開けるためにも躊躇しない方がいい。ゆっくり開けるよりもなんかスッっていう感覚で開けるといいですね。ゆうか、虹くぐれると思って永遠に走ってたことある。同じくらいやばいじゃん。リエぐらいやばいじゃん。リエ月で追いかけてたからね。歌わないけど盆踊りは見せてくれる。やるよ全然。みんなのためだったら何でもやるよ。みんながやってって言ったらやるんだからね。だから石もすぐ石につなげ。飼ってるワンちゃんの写真送るね。見たい。何犬かな。ピアス開けてね、ちゃんとお揃いしたいけど怖くて一回も開けられてない。いいんだよ、無理しないで。そんな無理して痛い思いする必要なんてないからね。高校を卒業したらリエちゃんと一緒の位置のピアスしたい。しよう。どこに開けるの。今日人生で初の流れ星見たんだよ。やったぜ、よかったね。リエ流れ星見たことない、だから信じてない。流れ星リエ絶対信じない。流れ星なんか見たことないもん。素敵な名前って言われるの嬉しい。ありがとう、かわいい。石出るとにやけて鼻の下伸びる体になってしまったって。痛いって。石磨きのお手伝いとかする。あ、ほんと。じゃあ当日さ、何やることない人はじゃあ石磨いてもらって、ちょっと粗めのねヤスリみたいなの持ってくから。冗談だよ。りーちゃん最近ハマってる食べ物ある。ハマってる食べ物はないけどレモンティーにめっちゃハマってる。なぜか今さら。リエちゃんそんなに開けられるの本当すごいし、自分で開けた時めちゃくちゃ痛くてヒーってなった。なんか先入観だと思うよ。体に穴を開けるっていう行為はさ、どう頑張ってもどう考えても絶対に痛いじゃん。でも痛いんじゃないの。痛いって思わないの。痛いって思わない。ただ体に穴ができる。そう信じてる。リエはいつも。そしたら開けて通るでしょ。でピアス通したらいたって言って終わり。そうそう、それで終わりだよ。この間のりえちゃんの悪魔チキスマホケースに入れて毎日頑張りして。りえさん渋谷の109でさ、もうなんか、あ、
ハロウィンですごかった時にさ、みさみさんの衣装買いに行ったんだよ。褒めて。渋谷なんか大嫌いなのに、クオリティ高いコスプレしようって思って買いに行ったんだよ。りえちゃんファンキースイよし、全然わからん。わかるわかる。注射好きだけどピアス怖い。注射もね、あれだよ、さ、抜かれた後に痛いっていうの。それまでは体に針が刺さるだけって考えて、大体そうよ。痛いことは大体そうなの。終わった後に痛がるの、一番痛がってやるんだよね。痛いの終わった後に一番もうこれでもかってぐらい痛がる。それが大事なんですね。福島のドンキにリエちゃんいました。福島のドンキにもリエちゃんいないです。それリエじゃないです。リエちゃんいないんです。注射刺されるとき見る派見ない派、看護師さんにめちゃくちゃ話しかける派。なんかどんな気持ちで注射を刺してるんだろうって考えてたら、すごい目を見て、大変ですかとか、いつも何人ぐらいの方にお注射刺されてるんですかとか聞いてる。生きててくれてありがとう。こちらこそ存在してくれててありがとう。来年仕事変えてピアスとか髪色とか自由になるからめちゃくちゃ楽しみ。その根性で開ける。そうだよ、その根性で開けていきましょう。名古屋のドンキにも多分リエタいました。コスプレコーナーいないです。あれ私じゃないです。あれは金子リコさんです。ちょっと金子リコっていう人がいるんです、ドンキホーテ。今度注射するから同じ心構えで行く。やったれやったれ。今どんな気持ちで注射打ってますかからラップバトル始まりそう。それはね、言うただけだから看護師だったらビビるって。なんかちょっとサイコパス。え、嘘だよ、サイコパスじゃないよ。すぐそうやって惚れさせるじゃん。リエはね、3時だから痛い痛い。ゾロが好きだけど、でもマインドは3時なんだよね。めっちゃキック切れてるのに、もうちょっともうこんなシュッ靴下破けた、破けたから。そうなんですよ。痛い痛い、お尻痛い。うん。3時だからね。りえちゃんすぐ人にどんな気持ちか聞く。うん、聞いちゃうかもしれない。え、聞かない？みんな。だってさ、憶測だけで判断するの嫌じゃん。何も知らないのにさ、なんか憶測だけでさ、なんかね、なんかそれってすごい罪だと思うんだよね。でも何も知らないからこそ、その憶測の中でしか考えられないっていう状況も状況なのかもしれないけど、でもリエは嫌なんだよね。ちゃんと自分で目で見たもの、聞いたものしか信じないから。だから看護師さんとかにも気持ちを聞くんだよね。どんな気持ちですか。とかね、噂とかもそうだけど、なんかちゃんと自分で事実だなってなんか思ったものしか絶対に他言しないようにしたいよね。タクシーのおじさん話しかけてしまう。タクシーのおじさんがね、すごい人いたわ。なんかめっちゃ飴くれる人いない？たまに。深いな。だからみんなもね、なんかいいんだよ。自分が知らん、自分がちゃんと目で確かめて、ちゃんと聞いて、ちゃんとなんかこれに関しては証拠があるってぐらい信じれるようなものだったら他言していいと思うけど、そうじゃないことを言葉に変換して、なんかね、
傷つけ合ったりするのは違う。リリタンお菓子もらいがち。え、飴くれる人いない？なんか焼肉屋さん行ったら飴とかくれるけど、リエすごいもらっちゃう。あ、飴どうぞって言われるじゃないのって。飴どうぞって言われたらリガってなえ、いない？あのさ、焼肉屋さんとかお寿司屋さんとかでさ、飴もらってっていいですよって言われた時にガってリエは取っちゃう。みんな取らない？最近仕事で終電逃すかもしれなくて泣ける。ねえ頑張って。危ないよ、女の子は一人で。ちゃんと帰り。でも走って怪我してもよくないしな。あのループチャリ、電動チャリレンタルできるんだったら掴み取り死ぬ。飴は1個までじゃない。違う、飴1個違うよ、ちゃんと聞くからね。あの違う、あの泥棒だからそれ窃盗罪になるから、あれですよ、勘違いしないでくださいね。飴もらってってください。あ、これってちなみに1個だけですかっていうふうに聞いて、それは全然大丈夫ですよって言ったらカッて甘えるよね、ちゃんと。そう、言葉に甘えてこうガッて。飴もリエちゃんに取られて喜んでるよ今日資格の試験だと多分合格。おめでとう、頑張ったね、頑張ったね。お箸いっぱいあげちゃう、セシモン気分だけどそれ聞く。そんな取れると思ってないから絶対びっくりしてでもね、言うてね、店員さんにもそんな権限ないからね。多分ね、多分店長出るとこ出られたら多分で終わりなんだけど、ちゃんとカランコロンってして食べますね。ここにうんいっぱい食べますから。あ、しゅんさん私リエちゃんからさて好きな考え方で、言葉じゃなくて行動で信じるっていうので人生で大切にしてる。そうなんですよね。なんか行動だけでもさ、行動からも汲み取れないことってたくさんあるかもしれないけど、でもそれが一概に悪だとは言えないし、でもそれも一概にね正しいとも言えないんだけど、自分が信じたいことを信じたらいいと思うの、リエは。ただそれをね、むやみにね人を傷つけるような絶対に悪意があるだろうっていう言葉はね、絶対信じなくて、意識かなくてもいいの。よくないの、そんなの。なんかわざとじゃないんだろうなって、どう考えてもわざとじゃないなって考えられることはいいんだけど、どう頑張って汲み取っても絶対に悪意あるだろうなって言葉は聞き入れなくていいの。みんな自分が生きたいように生きたらいいの。だってリリはピスタチオが好きだからピスタチオが好きなの。だってピスタチオになりたいもん情熱大陸てれてて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 待って、りえちゃん飴最後まで舐める派噛む派？りえは飴を最後まで舐めて、こんぐらいになってもう命が尽きるってなった時に一気にハッって噛む。はい終わったーって言って終わっちゃうんだよ。私のアメちゃんは最後は絶対にお亡くなりになってしまいますね、ちゃんとね。そう回収してるでしょ。まだアメ橋のアメ好き？大好き最後に絶対照れるの可愛すぎるからやめれる。わかんないんだよね、なんかもうキャラがちょっとモノマネしすぎてまずマイナス1でしょ。で石売るもマイナス5でしょ。ね、でなんかもう注射の話もマイナス10でしょ。もうマイナスからのスタートなんだよね、リエってもう配当リエにょ。あ、シュウさんのおかげで髪の毛が天才ですよ。
みんなハイトーンが好きだからね。バイトのお客さんで当たり強い人と書いて怖いけど、どんなマインドで働いたらいいと思う。そういう人はね、あのね、どういう気持ちで行ったらいいんだろうな。多分楽になるのは、なんかすごい、リエはいつもなんかこう、なんだろうな、怒るのはしょうがないけど、なんて言うんだろうな。待って、ちょっと一回考えさせてね。難しいよね。だってあれだもんね、雇われてる身だからね、難しいよね。じゃあ多分どんなに気持ちを切り替えても、なんか当たりが強い人と接するのって絶対にさ、心が削られると思うの。心が削られるから無理をして接客をするのもしんどいと思うの、思うから、何が一番いいのかはちょっとアドバイスはできないけど、もしリエがその立場だったとしたら、この人はきっと孤独なんだろうなって思う。あの、多分理解をしてもらうっていう術を知らないから、こうやって周りの人にトゲを向けてしまうのかなって思うかな。で、割り切ってありがとうございましたって言うかな。難しいよね、人間ってね。仕事で特大やらかしてて処分決定するの待ってから、今僕メンタル死んでるよ、人生解散。じゃあリエもドロン。一緒にドロン。それでは聞いてください、マイナスからのスタート。そんな怖い人にはリエちゃん教えて優しくなってもらう。多分リエ教えてもね、そういう人はね、多分他人の意見を受け入れられないと思うの。だから他人の意見というか、自分以外の考え方を受け入れれるほど の吸収力を身につけるっていうことを教えた方がよくって、そういう人には道徳の心のノートっていう教科書をプレゼントすることをお勧めします。道徳からやり直せっていう。そう、道徳からやり直した方が良いのです。一緒にドローンするよ、リエ。ドローン。みんながもう無理、もう人生無理ってなったら、じゃあ一緒にドローン。一回月行こう。前澤社長も月行ってたからさ、みんな一回一緒に月行こうぜ。一回ね、一回月行って、あの、宇宙を知って、あの、そう、宇宙しようね。怖い、おつもね、確かに自分の話ばっかりしてる。リエちゃんの考え方大好き。でも全然リエの考え方なんてね、ただの一つのね、意見としてでしかね、捉えなくていいんだよ。こういう考え方もあるんだ、でも自分が都合のいいように考えられて生きやすいように生きられるアイディアを、じゃあ自分の中に落とし込んで頑張ろうって思えたら、それで一番いいし、リエはみんなが元気でこうやってリエのことを好きでいてくれる気持ちに応えて、11月27日のイベントでお祭りをします。そしてまだまだライブがありますよ。埼玉にも行きますし、リキッドルームもありますし、なので、あの、すごい営業っぽくなってしまったけど、そんなことは全然なくって、早くみんなに会いたいってこと。リエちゃんのギャルマインド好き。来月は月でお祭りして、待って、いくらかかんの？ちょっとゾゾタウンみたいな、じゃあ、あの、サイト作んなきゃね。何にする？ニリタウンとかに。怪しい。怪しいな。ニリタウンとかでやっちゃいますか？ハピハピタウンとか。埼玉はコムトンが好きだよ、リネは。わっしょい祭りって思っちゃう。あ、待って、めっちゃ配信してない？リエのライブ行けなくて闇。ライブに来れなくてもね、お互い存在し合ってるだけで、それだけで人生プラスなんだよ。
える時少ないかもだけど、また絶対会いに行く。会える、会うことだけが全てじゃないからさ、自分のペースで会いに来てくれたらいいし、自分のペースでなんかね、あのね、推しというかね、応援の仕方なんて人それぞれだからね、そこはね誰にも強要されなくていいんだよ。自分で自分を、あの、何、自分で自分に言い聞かせなくてもいいの。自分がしたい応援のスタイルで応援したらいいんだよ。リエちゃん、リリタウン絶対に靴とか少し安くでさ、リリタウンはねすぐ届く。あ、もうあれでしょ、ゾゾタウンって即日、次の日に届く。じゃあリリタウンはもうですね、当日配送に、当日届いちゃう。ラスベガスまでだったら当日に届けよう。絶対そんなことできない。月にリリタウン作って、そこにみんなで住む。待って、どうやって、え、自給自足ですか、もしかして。え、どうやって住むの。あ、分かった、じゃあリエがあの米耕すからさ。あ、じゃあ分かった、リエが運送会社になるわ、運送するわ、米とか食品系で。みんなはそこで月で待ってて、あの月の、あの月の石の破片をリエに渡して、リエはそれをあの地球で売って、でみんなで自給自足でじゃあ生活しよう。意味わかんない、本当に。本当に意味わかんない。野菜作ります、野菜作りましょう。当日配送すると各地のお宅が絶対働かなきゃじゃん。ちょっと待って、結局石売ってる、確かに。待って、今の無意識だったわ。月の砂の粒子ってそれなりに、へえ、栄養あるんだ。は？嘘なの？採掘職人に俺はなる。いいじゃん、いいじゃん、強いじゃん。リリタンランド、リリタンシーンも作ろう。みえちゃんのお店、石しか。もうパワーストーンショップだよ。なんかあるよね、なんかそういうお店。なんか水晶とかバカ高い値段で売られてるお店あるよね。あの全然あの何ですか、悪口じゃないんですけど、バカ高い石屋さん、なんかたまになんか商店街の中にポツンってある石屋さんあるけど、そこで小学生の時になんかローズマリー、ローズクォーツみたいな石を100円で買ったんだよね。なんかそういうお店あったな。リエちゃんすぐ騙されるやん、かわいい。だってリエ知識ないもん、月に関しての知識ゼロだもん。怖いくらい高いし。そんなしないからね、みんな冗談だから。あのここだけ切り取ってなんかまたねアップロードされた人みたいになっちゃうからやめてね。リリちゃんがよくつけてるブレスレットってパワーストーンですか？あ、違うよ、あれはねファンの子にもらったね、なんかブレスレットだよ。基本的にアクセサリーはファンの子に。石自分で買った？え、そうなの、100円のローズクォーツのこんなちっちゃい石に100円。でも当時さ、お小遣いなんてもらってないからさ、なんかもうポッケに入ってた100円玉握りしめて震えた手でこう石を買ったんよ。でもその石どっかにね捨てた。占いやってほしい、手相とか。あ、いいよ、じゃあ手相やる？リエ占い、保証、保証ゼロ、保証はない、保証しないでくださいって、札書いて。なんか渋谷とかでもさ手相占いしてる人いるよね。リーもあれやろうかな、渋谷で。なんかシワしかできないのかな、占いのって。手相しかないの、タロットでしょ、あとなんか数誕生日とかでしょ。他にないの、なんか瞳の色とかの占いとか。占いできる、できるよ。
に占いできちゃう。まつげの本数で占いするわ。じゃありえちゃんの言うことならデタラメでも全部信じちゃうから。ダメだ、それはダメ、それはダメ、それはダメ。あのりえが言ってることも正しくないこともたくさんあるから、じゃあちゃんと紙にあの超嘘ですって書くわ。超嘘の占いだったらいい。このウェーブって何なの、インスタの。りえが明日多分幸せって言ってくれたら実際絶対幸せじゃん。でもそれでさ、幸せじゃない出来事が起きた時にさ、りえちゃん全然違うじゃんとかって言われて、りえ怒られるんでしょ。やだよ、そんな責任背負いたくないから。占い師はもう罰ね。占いやっぱ罰責任取れないから。生命線短すぎるから伸ばそうと思って爪で引っかいた。そんな痛いことしないの、ダメよ。ラッキーアイテム全部石じゃん。違うよ、ラッキーアイテムは、ラッキーアイテム何でしょう。バスロマンのゆずなんちゃう。ウェーブはコメントに手が触れるわよ。あ、そういうこと。あーすごい。あー押したらってことね、手が振る。あーそういうことね。へえー、面白い。りえちゃんいつもバムなのにたまにみんなのママみたいです。りえマリアだからね。アーメン。 In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen。ラッキーアイテムはどう考えてもリエの時期でしょ。あ、そうだね、そうしよう。あのさ、仲良しとかチャオとかさ、ああいうなんかコミックにさ、よくさ、ラッキーアイテムは何色とかあるじゃん。俺も今リエちゃんに手振ってるよ。怖い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 、リエ分からんから怖い怖い。じゃあみんなで手振ろう。なんて言ったん。チェキ挟みすぎて携帯パンパンで。 DM の対応に差はつけてますか。つけてるつもりないよ。チャオとか懐かしい。チャオ懐かしいよね。兄ちゃん占い信じる。ね、時と場合によるよ。信じたい時は信じるし、信じない時は信じない。財布とお財布にリエちゃんのチェキ入れてるよ。あ、それ金運上がりますね、漏れなく。みんな手振ってる。ちゃんと手振った。いやー。ET しよう、みんな。はい、ET。占いは結果いい時だけど、あ、わかる。あのさ、あの神社行っておみくじ引いて大吉だったら信じる。で大吉出るまで引く。ET ちゃんとした。えらい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 。やばいやばい。ああ。なんかウェーブ送りたいのに。世界一好き。リエは宇宙一好き。待って、最近ちょうど保育園の子供たちに ET 教えて。じゃあ石やろ、石。はい、石。これ石ね、みんな石やって。なんかついてる手に。あ、靴下の破れた繊維だ。長くない配信。ちょっともう終われよそろそろ。
で、一番くじとか結構好きなんだよね。今日、昨日高尾山へ登ったんだけど、ライのライブ成功しますようにとお祈りしてきた。ありがとう。ありがとう。でも、お祈りしてくれた気持ちを無駄にしないように絶対成功させるね。石だよ、石。石やったあー面白い、本当に大好きで、明日も生きるね。明日も頑張ろうね。幼稚園の内定もらえた、おめでとう。破れてんと受ける。破れちゃったよ、さっき。普通に座ってるからさ、お尻痛くて、しかもトイレのなんかジャーって音聞こえるし、上の人が今トイレしたのかな。石って何やればいい？これをこうやって石のマーク作って、こうやって石作るでしょ。石作ったらこうやって石コンコンってやるの。わかった？わかった？まつげ、地まつげ、地まつげだけどなんか加工でついてる。憧れ、リエちゃんになりたい。嬉しいけど、そのままでもいいんだよ。みんな今日は石やってくれてありがとう。今週は言わないよ、来週か言わないよ。でかくない？待って、こんなんなってさ、みんなこんなんなってさ、岩をさ一緒に言いまーす言ってぶつけてさ、めっちゃ面白いけどめっちゃ怖いよそれ。何の集まりってなるよ。よし、わからん。そう、 EC だよ。大丈夫、 EC ですからね。そろそろ寝落ちしそう。おやすみ、ありがとう、見てくれて。もうずっと笑ってるから銀割れそう。そうなんだよね。でもさ、今142人見てるけどさ、ね、コメントしないでさ見てくれてる人もいるのかな。全然コメントして参戦してね、何でも読むよ。あ、残り1分って出てきた。じゃあ残り1分55秒だから、これ過ぎたら終わりにしよう。岩やばいよね。いいし、いいわ。痛いって。ああ。会場から出てくるのみんな今抱えてるのしんどい。そらそう。石が岩になってやがて月になる。せめて。そう、せめて石サイズでね、やってほしいよね。ペンライトの代わりに石振ればいいかな。光る石。危ない危ない。石振ったら怪我しちゃうから。りえちゃんゲーム実況とかしてほしい。やりたい。好きなお花は何ですか？真っ白なお花。 MBTI、 何 MBTI って。ごめんね、ちょっと知識がなくて。りえちゃん大好きです。今も大好きだよ。引来してくれてありがとう。幸せ。明日も頑張ろうね。コメントしないで見てくれてた人もありがとう。次はコメントして参戦していいからね。参戦していいからねって上から見せ、参戦してね。残り33秒。1分、好きです。いいね、シンプルで。頑張ろうね。ライのライブも頑張るし、イベントも頑張りよ。肋骨大事に。ありがとう。10秒です。みんなありがとう。おやすみ。